大内山牛乳大内山牛乳は、三重県渡来郡大気町大内山に本省を置く、大内山落農農業共同組合が生産する牛乳。同組合によって、地域団体商標登録されている。登録上、三重県渡来郡大気町大内山地域及びその、周辺地域で生産されて、同大内山地域で処理、加工された牛乳と規定されている。 登録番号は第502万4320号。名称は大内山牛乳であるが、大気町大内山地区だけでなく北勢から東、紀州まで生産地域は三重県内広域にわたる。牛乳以外にも多種多様な乳製品を商品展開する。三重県では広く学校給食に導入されており、三重県を中心に近畿地方各地に反路を持つ。 本校では生産者の大内山楽農農業共同組合についても記述する。大内山楽農農業共同組合は三重県渡来郡大気町大内山3248の2日本省奥農業共同組合である。三重県牛乳共同組合に加盟する組合事業と乳業事業を行う楽農専門農協である。三重県の収入量の 約半分を収穫する大規模事業者である。2014年10月1日現在の生組合員は32名で、大気町をはじめつし、鈴鹿市、松阪市の北井鍋市から美浜町まで、三重県内16市町に分布する。2014年5月1日現在、4174頭の牛を飼育する。良質な牛乳作りは、健康な牛作りからを掲げ、 独自の安全基準と牛の健康管理を定め、高品質な牛乳の生産に取り組んでいる。2014年度の掃除業工は89億1300万円。本所前のガードレールは牛柄で、乳牛の像が設置されている。ガードレールを牛柄にしたのは2012年のことで、組合関係者が手作業で塗装した。1944年に乳牛発動を、 南西落農組合から借り受け、同組合の大口山支部として発足した。1948年に独立した大口山落農農業共同組合となる。1960年より学校給食への供給を開始し、1972年には朝日農業賞を受賞した。1975年から生活共同組合との取引を開始し、生産量が増加した。 1995年は大内山牛乳の新商品展開と観光資源化が展開された。新商品展開ではアイスクリームの販売を開始した。観光資源化では4月に国土庁の過疎地域滞在施設整備モデル事業の適用を受け牛乳風呂を呼び物とするグリーンパーク大内山が開業。同年11月には組合の直営で 大内山触れ合い牧場を開設した。同牧場は、組合員から預かった牛を使用する育成センターを一般開放したもので、と、日宿日のみ営業し、牛や羊との触れ合いや、搾乳体験を提供していた。1998年には、牛乳の生産施設が、ハサップ認証を受け、翌1999年には、 脱脂封入、乳製品の生産施設もハサップ認証を取得した。2000年には、雪印集団食中毒事件を受け、雪印乳業の牛乳を取り扱っていた小売店から注文が殺到し、工場をフル稼働しても需要に追いつかなくなる事態が発生した。2001年9月には、四日市乳業共同組合と業務提携を開始し、同組合の牛乳製造部門を 大内山酪農に統合、四日市牛乳のブランド名を、大内山牛乳に統一した。2007年に、大内山牛乳を地域団体商標登録した。生協からの提案を受け、2011年より餌に、飼料用米と稲発酵素飼料を使用するようになり、循環型農業を推進し始めている。同年、規制自動車道規制大内山インターチェンジ付近の待機公園に、 大内山牛乳の牛乳パックのモニュメントを建設した。このモニュメントは大内山牛乳のパックを忠実に再現し、内容量のみ大きさに即して5000リットルと表示しており、近づくと牛の鳴き声が流れるようになっている。2013年には1995年に開業した2施設が同時に閉鎖となり、グリーンパーク大内山は3月30日に、 大内山触れ合い牧場は5月15日に閉鎖した。2020年3月、コロナウイルス感染症の流行に伴う、小中学校の臨時休校のため給食も中止となり、給食用に供給する予定だった生乳を、練乳や脱脂粉乳などの加工品に振り替えた。ただし、加工原料となる牛乳は、生乳よりも低い価格で取引される上、 加工できるように限界があったため、生乳として取引されることが望ましく、伊勢農業共同組合や伊勢市役所などが、職員による牛乳の購入を申し出ることになった。大内山牛乳プリン本場には、牛乳工場が設置されており、毎日県内各地から午前10時以降に原乳が、タンクローリーで運ばれてくる。加工場では、受け入れ検査を行った後、洗浄し、 貯乳タンクに牛乳を移す。続いて、成分の均質化と摂氏125度で3秒間殺菌を行い、サージタンクに移し、パックや瓶に詰められる。詰められた製品は箱詰めして冷蔵倉庫で保管し、深夜に出荷される。2013年度の年間生乳生産量は33,270トンで、1日の牛乳処理能力は102トンである。 なお2週間前までに予約すれば、一人でも工場見学が可能である。主力製品の大内山牛乳のほか、低脂肪乳、コーヒー牛乳、フルーツ牛乳、飲みヨーグルトなどの飲料、チーズバター、牛乳プリンはアイスクリームなどの食品も生産する。加工は自前の工場でも行うが、受け入れ容量や加工できる食品の種類に限度があり。 同業の別工場に委託することがある。各商品には大内山の名を冠している。ただし、生協向けには、生協牛乳の名で納入している。製品は、三重県を中心に、東海地方、近畿地方に及び、高速道路のサービスエリアでも、商品展開する。販売先は、生協が4割、販売店と量販が2割、学校給食が15%となっており、 生協との取引は、三重県の生産者入荷を高める効果を発揮している。なお、三重県の学校給食におけるシェアは2020年現在7割弱に達し、毎日約10万本を供給する。2014年度の牛乳、乳製品の売上高は43億5700万円。そのうち7割を牛乳が占め、乳飲料、低脂肪乳、 発行入、例下他の順となる、大内山楽の農業共同組合に関するカテゴリー、ありがとうございます。